新生翔平ズ VS チェインボンズ前半戦のハイライトです。先発はゆうすけさんでした。はい、翔平の1打席目は打たされてしまってサードゴロとなってしまっていました。さあ両平の1打席目、カツンと捉えた、レフト前、後半戦へどうぞ。はい、ということで両平です、よろしくお願いいたします。 VS チェインボーンズ戦ダブルヘッダー1試合目の後半の様子、先頭は宝崎さん、ただこれいい当たりだったんですけどね、レフトライナーとなってしまいます。4番の楠木くん、さあどんなバッティングを見せてくれるのか。打った、これはいい当たりだが、ショート取ってファースト送球アウト、いい当たりだったんですけどね、ちょっともうちょっと打球がずれていたらヒットだったなっていうようなナイスバッティングでした。まあでもねアウトですからね、ちょっとね早いうちに1点欲しいところです。さあバッターはケントくん、ガツーン、ドガーン、よいしょー、おらー、完璧に捉えた打球は宇宙間へ、宇宙間を真っ二つに割っていく、さあ走れ走れ走れ、ケント君走れ、二塁回って、おーおーおー、打球を見るな打球を見るな、回ってこい回ってこい回ってこい、ゆっくりすんな、回ってこい回ってこい、さあどうだ、ホームは、はい、ホームラン、これ見てください、低めの難しいボールを逆方向へ、ナイスバッティングです。さあ1点返しましたよ、続く翔平も続くことができるのか。さあ長く持って、これをうまく拾って、打球はレフト前へ、技ありでしぶとく落とします、ナイスバッティング、流れいいですよ、いい流れいい流れ。さあ続く斉藤さん、このところで翔平が二塁へ進塁、チャンスです、ツーアウトながらチャンスとなっております。さあ3ボールとなりました、選ぶのか振っていくのか、はい、しっかりと選びました、フォアボール、ツーアウトながらね1、2塁のチャンスとなります。さあバッター本川さん、これが打った打ったピッチャーゴロとなってしまい3アウト、でもねチャンス続かずもこの回1点を返すことができました。ケント君ナイスバッティングです。さあ1点取った後のイニング、はい、先頭をセカンドゴロに抑えております、ワンアウト。そしてこれ逆だったんですけれどもね、高々と上がった打球がセカンドフライとなり2アウトです。アンダースローは本当に高めのボール効きますよね。はい、そしてこれタイミングを外した打球、ヒロトがほぼ定位置でキャッチ、三者凡退でさらにね流れを作ってくれます。はい、反撃続けていきたい翔平ズ、先頭は両平からベンチからすごい声が飛んでますね、これ本当に三振したくなかったんでしょうねこの時。はい、ピッチャーゴロとなってしまいワンアウトです。さあ続くバッターはヒロト、高めのボール球は手出してしまいました、なかなかね調子ちょっとヒロト上がってこないですよね。先頭を変えてユウスケさん、これがおーすごい跳躍力、ナイスキャッチです。こちらもこの回三者凡退となってしまいました。はい、そしてフラフラッと上がってピッチャーフライ、ユウスケさんがっちりとキャッチ、ワンアウト、これがうまく拾われた打球が左中間を割っていきます。さあランナーどうするか、バッターランナー二塁まで、これ好走塁ですよね、さあピンチとなってしまいましたが、これがショートゴロ、深いところファースト送球、ただこれが逸れてしまいました。この間に二塁ランナーがホームイン、またね、点差広がってしまいました。はい、そしてこの打球はヒロトがいいところに守っていました、ツーアウト、切れる打球に対してね最初からあそこに守っている、ナイスフィールディングです、フィールディング、ナイスポジショニングですね。はい、そして大井さん三振に、失点後しっかりと抑えております。さあなんとか反撃したいですよ、先頭クリッチよろしくお願いします。
ただこれが大きく割れるカーブで三振となってしまいます。3番の宝崎さん、先ほど、まあね、レフトにいい当たり、アウトだったんですがいい当たりを打っています。ただこれちょっと窮屈なスイングとなってしまい、ピッチャーゴロとなりツーアウトとなります。さあ4番の楠木くん、ツーアウトからね、先ほどは点取ってますから。ただこれが上がった打球がファーストフライトなってしまいます。終盤でね、なかなかランナー出せず、そして最終回ゼロで抑えたいところ、チェインボンズの先頭はナオピーさんから、これがめちゃくちゃ高々と上がった打球、ヒロトが追うキャッチ、動けてますねヒロト、守備はいいですね。はい、そしてケンさんです。先ほどホームラン打ってますからね、これただうまく外しました、セカンドゴロ、ツーアウト、ナイス緩急です。さあツーアウト、ここでインコースへの変化球でジャストルッキー、見逃し三振でいい流れで最終回へと、そして追いつきたいショウヘイズ、最終回の先頭はケント君からです。フルスイングもこれが規則打球だがサードゴロー、すごいスイングでしたね。でもさあ翔平も先ほど技ありのヒットを打っています。ここからつなぐことができるのか、これも似たようなスイングだがショートのポジショニングですね、深く守ってましたね、ショートゴロとなってしまいます。さあ絶対絶命の場面、バッターは斉藤さん、なんとか出塁したいところだが、これが外へまっすぐ空振り三振、ランナー出せず万事休す。チェインボンズさんありがとうございました。ダブルヘッダー2試合目は後日お届けします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアシャショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。